チョジヌンは、韓国の俳優、不山広域市出身、身長185センチメートル、サラムエンターテインメント所属、京成大学校演劇映画学科卒業、2004年映画、マルチュク青春通りに出演し、俳優デビュー。その後も、高知戦、悪い奴ら、ファイヤクマに育てられた少年、群島、韓国映画観客動員数歴代1位の、 バトルオーシャン会場決戦など、名バイプレイヤーとして、数々の映像作品に出演。2014年に公開された、映画、最後まで行くに、パクチャンミン役で出演し、第51回百層芸術大賞映画部門、最優秀演技賞、第35回清流映画賞助演団優勝を、獲得した。2016年放送の TVN ドラマ、シグナルでの演技で、 1> 第1回アジアアーティストアワーズドラマ部門及び TVN10 アワーズ演技部門で大賞を受賞。2018年には映画暗殺並びに第69回カンヌ国際映画再ノミネート作品お嬢さんへの出演が評価されアカデミー賞を主催する米、映画芸術科学アカデミーの会員に選出された。また同年に公開された主演映画独占ビリーバーが 上半期で国内唯一の観客動員数500万人を突破したジョジヌンという芸名は ZIP の使命から演劇ミュージカルありがとうございます。